康診断は受けてはいけない。病院があるってことは病気を治してくれると思ってるでしょ。いやいやいや、皆さん待ってください。近藤誠先生の健康診断は受けてはいけない、健康診断を受ければ受けるほど病気にさせられてしまうという結論が出たんですね。これなぜかというと、健康な人に健康診断を受けると病気を作られてしまうってことなんですよ。健康診断を受ければ受けるほど、ほっといても治ってたような病気も悪性の病気にさせられて、薬だったりとかオペで体がボロボロになっていくっていう事例がたくさんあるんですよ。日本の死因のナンバーワンが癌じゃないですか。で、年間40万人も亡くなってると、もうこんな先進国ないって言われてるじゃないですか。じゃあなんでそういう風になるのかっていうと、やはり早期発見、早期治療がいいっていう文化を刷り込まれてるわけです。これは癌ですとか、転移する前に除去しましょうとか言ってオペしちゃうわけですよ。で、薬処方したりとか、あと抗がん剤とかね、強い薬をして健康にならないまでも、じわ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 体が弱ってくっていう流れができちゃってるんですよ。だからそういうものにならないように皆さんちゃんと知識を得てくださいってことです。過剰診断が危険だよって言ってます。病状とか症状が出たり、そのために死んだりしない人を病気であると診断することを過剰診断と定義してます。高血圧、高血糖、高コレステロール血症などの検査工事ですね。そして薬を飲まなければ過剰診療は生じないって言われてます。意図的に、例えば高血圧、高血糖、高コレステロール血症などを意図的に作れるとしたらどうです？高圧剤とか薬を処方して一生薬漬けにすることができるじゃないですか。一生薬漬けにするってことは、薬で儲かる人がいるわけですよ。ビッグファーマーとか海外の製薬メーカーが儲かる仕組みになるんですよ。だって健康な人がたくさん増えて病気になる人が少なければ病院いらないの。医者もそんなにいらないし、ましてやね、薬なんかいらないわけですよ。薬で治すわけじゃないんですよ。薬っていうのは痛みとか今の症状を抑えるだけなんです。根本治療って言って原因を除去する生活習慣を変えるとか、そういうのは今の西洋医学の医者はあまりやらないんですよ。大多数の医者っていうのはもうオペ、そして薬、それで治療しようとしてます。それは西洋医学ですよね。がんという言葉の呪縛が強いんですよ。だってそうでしょ。残念です、がんが見つかりましたって言われた瞬間どう思います？うわ、俺死んじゃうかもとか、余命どうなんだろうとか、ビビりまくるじゃないですか。で、それの温床っていうのは、過剰な診断をバン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 半年に1回、1年に1回、血液検査から胃カメラとか何でもやるわけですよ。過剰に診断して過剰の治療をしてしまうんですよ。で、ちょっとしたポリープとか、まあ、癌でも癌もどきって言われても、ほっといてもいいようなものも、すべて癌ですって言われたら、ショックでみんなどうしようか分かんなくなっちゃうでしょ。だからそのね、癌という言葉の自分がものすごい強いってことです。日本では義務化、欧米では実施せず、肺がん検診というのがあるんですよ。ね、日本はね、ものすごく義務化します。で、日本では職場の検診っていうのはね、胸部 X 線撮影が義務付けされました。1970年代ですよね。自社のその法人の社員っていうのは必ず健康診断を受けないといけないっていう法律ができました。僕は経営者なのでそこには該当しないんで、全然ね、検査しなくてもいいんですけど、義務化なので職員をしないといけなくなるんですよ。その1970年代以降何が起きたかっていうと、まだね、1970年代っていうのは女性が社会に進出するのはちょっとね、若干遅れて、その後に80年代から加速していくんですけど、男の人がバリバリ朝から晩まで働いて、なんか1億中流家庭みたいな感じで、日本でね、高度経済成長期そのまま行きましょうみたいな感じだったんですよ。で、その時っていうのは男がバリバリ働いて、職場で検診をバリバリ受けるのは男が多かったんですよ。だから男の人のね、がんの発症率が増えたりとか、それっていうのはがん検診で見つかったがんだったりとか、そういう健康診断で薬漬けにされられた男の人が増えたっていう傾向があるようです。そして甲状腺がんの過剰診断の悲劇っていうのもあるんですよ。隣の国、韓国です。韓国で市の中のね、クリニックが超音波装置を導入したらしいんですよ。そして発見率が15倍、15倍になったらどうなったかっていうと、日本って1億2、3000万人じゃないですか、総人口が。で、韓国って約5000万人ぐらいなんですよ。その5000万人に甲状腺がんが年間4万人も見つかったって言われるんですよ。4万人、これね、過剰ですよね。そして超音波のものすごく感度が良すぎちゃって、
甲状腺がんっていう本当悪性なのか軽いやつなのか早期なのか分かんないぐらいのものをどんどん検知しちゃうわけですよ。で今のねパンデミックの今だけど一緒じゃないですか。そういう装置だったりとか検診で、まあ、ありもしないじゃないけど、まあ、ほっといても大丈夫なような病気を恐怖を煽ってオペしなきゃいけないとか薬飲まなきゃいけないっていうのはやり口一緒でしょ。一緒ですよねずっとね。でこのがんの急増っていうのは無症状の人に検査をした結果、まあ、検査病と言われてるって言われます。検査をしまくると健康な人でも、まあ、がんとか病気にさせられる可能性が上がるってことです。そして日本では義務化欧米では実施せず、これも胃がん検診です。で欧米諸国で死亡率が大きく減少してます。なぜかというと原因は冷蔵庫の復旧により生鮮食品の摂取量が増えた、そして、まあ、塩ですね、塩の食品の摂取量が減ったってことなんですよ。乳がん検診はスイスでは満盲検診を廃止しました。そして子宮がん検診、これは義務化で死亡率が上昇しました。そして卵巣がん検診、これも効果は証明されていません。そして大腸がん検診、これはポリープの切除は無意味っていう、そういうデータもあります。検診すればするほどいいかっていうと、さっき僕も言ったみたいに死亡者数で変わりがないんですよ。で少しのねそういうポリープとかをものすごい悪性っていう感じで洗脳されちゃうので、薬を飲んだり先生の言いなりになったり、その先生がめちゃめちゃいい人だったらいいんですけど、そうでもない人だったらもう洗脳されちゃうわけですよ。それって悲劇以外何でもないじゃないですか。